TBS ラジオ954玉結び玉結び玉結び時刻は2時になりました TBS ラジオ赤い玉を玉結びここからは日替わり企画です木曜日はこちらピエール滝のハガキで悩み相談 さあ、リスナーの皆さんとおはがきでコミュニケーションをということで、皆さんから悩み相談やくだらない質問等々を受け付けております。はい、えー、読まれたはがきには、えー、たきっての方を差し上げます。うん、一番良かった一枚にはクオカードを差し上げます。ということで、はい、えー、こちら行きましょうね。最近このはがきで悩み相談で話題になってることについてでございます。北区のあきらままさん。はい、たきさん、たまちゃん、こんにちは。こんにちは。えー、さて、先日のお便りで、 おっぱいがまた話題になっていましたが。おっぱい率が最近そうですね。はいはい。要はあの、母乳を飲む。母乳を飲むの、ね、赤ちゃんを産むとおっぱいが女性の方が大きくなるんで、旦那さんがそのおっぱいに夢中になって困ると。そうです。そこから始まって、あとは飲ま、飲みたいという旦那さんがいるという。とですね。えさて先日のお二おっぱいがまた話題になっていましたので、私も参戦したいと思い筆を取りました。はいはい。私も現在授乳中です。うん。助産師さんには、 お母さんが食べたもので母乳の味が変わるよと言われました。滝さんがおっしゃっていた通りですと、うん、母親が香辛料や砂糖を多く取ると母乳がまずくなるとも言われました。<ー>美味しい母乳とは、はい、ご飯を噛み続けた時に感じるあのほのかな甘さが感じる母乳の が感じる母乳のことだそうですということです。あの、糖分みたいな甘くなる。そうですね。あの、でんぷんが糖に変わる。ね。アミラーゼでしたっけあの効果で、ちょっと甘くなるよってやつえ、舐めてみてと舐めさせられましたが、確かに薄い甘い味がしましたと。そうなんですよね。粉ミルクの方が甘くて美味しいですと。赤ちゃんの乳首を吸う力は強く。その凄さは、母親の乳首が切れて血が出るほどです。いや、これそうです。そんなにうん。ただし、母親の乳首は吸われるほど、 な に強くえ、たくましくなり、ゴムのようによく伸びる乳首に変化していきます。えー、鍛えられていくと、乳首も。えーえー、また、私たち大人は、えー、離乳後、えー、乳首の吸い方を忘れるそうです。はい、忘れちゃうんですって。うん、ですので、先日のお便りでありました、おっぱいを吸いたいご主人が、母乳を飲むことは難しいのではと推察,推察されますたああ、もう絞ってもらってちょっと舐めるぐらいしかできない。自分ですっていうのは。そう,そういうのはなかなかね、コツ、うん、がいるんでしょうね。はい、我が家、我が家の主人で試してみようと思いましたが、<laughs> <laughs> ね、やってみるって、吸ってみるって試してみようと思いましたが、うん、俺はおっぱいよりお尻派だから。<laughs> と、拒否されましたので。そうですか。真実はわかりませんね。いそうですか。ちなみに人間用の、え搾、ー、乳器も市販されております。うん、本来でしたら悩み相談をお願いしたいところですが、うん、何分悩みの多い人間でして、えー、書ききれませんので、またの機会におはがき送らせていただきますと。うん、えー、私もおっぱい大好きなので、このような形でお手紙できたことがとても嬉しいですと。<laughs> ということで、あきらママさん、あきらママさんからね、帰宅の方がいただきましおっぱい問題いろいろありますね。やっぱりねこれあのリアルにねこのね今授乳をなさっている皆さんにとってはものすごいリアルな、で現実的な問題なんで、これどうするんだこのおっぱいということで。昨日ちょうどあの山ママさんの本まで。 あれでもおっっぱいの問題やてま母乳を母乳の中にはある程度菌が700種類ぐらいあってそれを子供に飲ませることで子供の免疫力がついてくるとかだから生まれてすぐ初乳を飲ませないと子供の中にそれが体の中に入っていかないっていうねそれをちゃんと飲ませるんだっていうのはありますけれどもこれねやっぱこうなってくるゴムのように伸びてくる伸びるんですこれちょっと私昨日言いましたけれどもね私の 胸もゴム質じゃないかっていうことが。なんで、なんでちょっと嬉しそうに言ってる、中居さんは。自慢っぽく、何て言どういうこと乳首が乳首、乳首、乳首がルフィってことそう。中居さんの。マンモグラフィーで挟んだ結果、痛くなかった、全然。あ、そそれは乳母がでしょうん、そう。うん。だからまあ、乳首の伸び具合はまだ試したことがないですけど。はい。 もう全体が割と。じゃあでどん,んなのか。<laughs> <laughs> <laughs> なんでそんな罰ゲームしなきゃいけないんですか。わかんないですけど。<laughs> やってみてくださいよと <laughs> まあ、赤井さんもそうですね。この間も言ってましたけど、ね、ちょっとチューってするの嫌なんでしょやっぱし。いやー、そうでしょう。やっぱりね。うんうん、うん。どんなもんかなっていう。どんなもんかなって。自分で吸いたいとかっていう。 感じはないですもんね。まあそうか。いくらおっぱいとはいえ、他人の体液を躊躇するなんて,ていう。うどういうこっちゃいという部分があるということですよね。うんうん、でもこれ絶対ね、うん、生まれてるご家庭の方ね、多分ね、皆さんやってますし、うんうん、今、それ何割ぐらいたくさんからして。えー。まあ、五5割はやってるやってるでしょ。余裕でやってますよ本当、えー、?7 割ぐらいやってるでしょ。本当 <laughs> <と>おっぱい、だから、要は、神さんのおっぱいを、うん 味わったことがあるかっていうのを旦那さんに聞いたら、7割ぐらいイエスって言うんじゃないですかじゃあ私の周りにいる子供がいる人とかの男性に聞いてもいいですかあどうぞどうぞ。何度俺に断るんですかいいと思いますよ。へえ。だってその前から加えてんですもんだって。ああ、そうか。出るか出ないかの話で。なるほどね。っていうことでしょそうかそうか。ねえ。うん、そうか。加えた結果出るようになったわけですからそうだね。 これ、は納得ししまたそれこそね、子育て、給食をなさってる方とかもいらっしゃるでしょうから、それこそね、夫婦で聞いてる方もいらっしゃるでしょう、本当、今、おむつ替えながらとか、お昼寝の合間にみたいな方もいらっしゃるでしょうから、さあ、旦那さん、今すぐかみさんのおっぱいを吸って、結果を報告なさってください、メールにてと。 ちゃんと吸えるのか。この短冊型ポスター。がもしかしたら送られてくるかもしれませんから。ぜひぜひね、報告お待ちしております。さあ、次こちら行きましょう。熊谷市、熊谷市。熊谷市か。熊谷市の。ラジオネーム。リチャードキンブリさん、六十一歳男性の方。はい、ありがとうございます。滝さん、赤井さん、こんにちは。いつも楽しい放送をありがとうございます。ありがとうございます。質問があります。はい。 火曜日パートナーの山里亮太さんは、はい、実のところ、どんな方なんでしょうか、はい、<laughs> ね。<laughs> 私61歳のね、この方61歳の方ですから、私61歳男は、はい、山ちゃんは、はい そのキャラクターとは異なり、女性にモテるいい男であると思っています。赤井さんと山ちゃんの掛け合いを聞いていると、実は山ちゃんは頭が良くて、切り返しもうまいし、女性にも優しいいい男だと感じられます。ところが妻、過去57歳は、山ちゃんは気持ちの悪い、いつまでも親のすねをかじっているヘタレ男で、女の人にモテるわけはないと言います。私が、芸人としてのキャラクターと本人の実像は違うんじゃないか と言っても納得しない様子です。うんうん 山里亮太さんという方は、どのような人なんでしょうか <laughs> ど,のどのようなって。ええー。もし、もし山ちゃんが、はい。いい男だとしても、はい、はいはい。山里亮太ってのはね、実はいい男なんだよ。女性にモテるんだよ。と言われるのは、芸人として迷惑なんでしょうか <laughs> 本当のことを教えてください。いそんな、山ちゃんに、えー、そんな真実が、深い真実があるかなこれも赤井さんは毎週ね、火曜日山ちゃんと会っておりますから、山里亮太なる、はい。 男が、実のところ、どういうものなのかっていうのはね、ええ実の。実のところって考えたことなかったな、うん、いや、あのまんまですけどね。考える価値もないか。改ざ <laughs> んにしてみたら、ええ。そこまで深くね。うん、いや、でも本当にあのまんまですよ。だまあ、あの、だ本当はすごく話しやすい性格だし、うん、スタジオに来ても、あのうん、女性スタッフ火曜日多いですけれども、うん、結構皆さんとも普通にわーっと喋ってるんで、うん あの話題も豊富でね、うん、なんですけれども、うん、ご本人、ものすごく人見知りだっておっしゃ、ねはいましたし、確かに人見知りっぽい一面も見せるとこがあったりで、な、うん、なんんかかよよくわらないんですよね赤井さんはいまだにじゃ分かってないといや、でも。 ゃこのリチャード・キンプリさんがおっしゃる。いい男か。じゃあ、実のところは、女性に思ってるいい男なんじゃねえかっていう。ね、今、あちらの、えブースの向こうにはですね、女性スタッフ今見るところで3人おりますけれども、ね、3人いますね。4人いるあばちゃんもいて4人いますけども、え聞きます。山ちゃんが実はいい男だなと思ってる人は、手を挙げてください。どうぞはい、結果ゼロとなりました。ロという。 まさかの山ちゃんゼロかと。まあ、あれ結構みんなキャッキャ喋ってるような感じしましたけどね。ねですんで、リチャード・キンプリさんにえー報告いたします。うん、山ちゃんは女性にモテる男ではありません。<laughs> <laughs> それが今確定いたしましたと。<laughs> いや、いい子ですけどね、<laughs> いい<子>本当にいい子いい。いい子ですよ、なんかね。うん、なんでそんんの赤井さんのいい子っていう、山ちゃんと赤井さんって どっちが上私のが上なんですよ、唯一パートナーの中で、年上なんです、私の方が。あ赤井さんがいい子って言える感じそうですね、だってもういつまでたっても末っ子のあまちゃんみたいな感じですもんね、ああ、そのお母さんだったら、それは可愛いかろうっていうぐらいああ、そうか、ああでも赤井さん言っても下に弟がいますから、お姉ちゃんキャラですもんね、そうなんですよ、実は、そういう人にはしっくりくると。そそそそうううう それ言ったらですよ。私、ピエール滝。上に姉が一人おりますから。僕も実は、末っ子ちゃんキャラなんですよね。いや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 いあれ悪霊退散って感じじゃないですか。何です何悪霊まで言うこんな弟。悪霊まで言いますこんな弟は持て余すよ。マジですか姉ちゃん姉ちゃんって。 まあまあ、あ可いいか、何が姉ちゃん、今日ホームラン打ったよっていう、ああ、なるほどね、なるほどね、でもそれで言うとね、玉結びのパートナーは、大体皆さん、弟なんですよ、竹山君は竹山さんも弟、末っ子で、お兄ちゃんとお姉ちゃんがいるのかな、山ちゃんが末っ子で、お兄ちゃんがいるでしょ、大吉先生もお姉ちゃんがいる、末っ子、俺と同じでしょで、竹さんもそうでしょ、もうみんな、玉さんも弟でしょ。 たまちゃん一人っ子なんだって。あれお姉ちゃん一人っ子ゃんうだからみんな弟なんですよ。あれそうなんですよ。弟キャラをずらり並べた、実は。あそうだ、で、私とナタリーが姉なんで、弟がいるナタリーも弟がいる。あお姉ちゃんだよ、弟実はそうですよ、お姉ちゃんだったんです、よ我々あそうなんだ。 あ、そういう構図になってるんですね、うん、そうなの,うなのこれが裏テーマになってた、ね、んでそうなのか、えー、なんですって皆さん意外ですね、うん、そうなんですよまあちゃんもねまあぼってるまあぼってるんだよまあぼっ持てます <laughs> なんで別にいいじゃんそこはち, <laughs> ちょっとぐらい甘えたって <laughs> ねえ、わかりました。じゃあ次行きましょう。はい、ねええー、どうしましょうね。これ行きましょうかね、うんえー。東京都は中野区のゆっこママさんでございます。ゆ,ママはい、ゆっこママさん、えー。赤井さん、滝さん、こんにちは。こんにちは私は明け方にトイレ、かっこ小に行きたくなるのですが、ね、明け方おしっこしたくなっちゃう。その時に必ずと言っていいほどトイレが汚すぎて入るのをためらったり。<laughs> ちょっとね、これ、ちょっと、必ずと言っていいほど、トイレが汚すぎて入るのをためだったり、トイレが遠すぎてなかなかたどり着けなかったりという夢を見てしまう。夢をね、ああ。ねえ。いつか粗相をしてしまうのではないかと心配で心配で夜も眠れません。ああ。私は。どうしたらいいでしょうか。わ。だから、明け方だんだん模様してくるんでしょうね。あの、生理的に。そうなってくる夢の中で、 ああ、よかった、トイレ来たうん、汚い、何これ使えないとか、うん、えと、もう遠い、遠い、面白い夢みたいな。ドア開けたんだけど、もう、便器遠いみたいなの見て、あわわわわって慌てちゃう。だから、あの、トイレ行きたいっていう尿意と、うん、逆に、あの、このまま寝続けたいっていう気持ちが、うん、ちょうど愛、まあ、見えて、うん、そういう夢になるんでしょうね。それか、うん、まあ、 そう、そうなのかね、続けたい。まあね、起きなくちゃいけないんだけど。起きなくちゃいけないからなんか違う理由をっていうね。これがね、だからまあ、え必ずと言っていいほど見ちゃう。へえ。だからまあ、明け方、平たく言うと明け方、毎朝、悪夢にうなされるってことですよね。そっか。要するに。ね。行きたいの行けないっていう夢ね。はい。はこれをね、どうしたらいいでしょう。どうしたらいいんだろうね。なかなかのね、このことも。 そうですね、そうですね、ゆっこママさんね、うん、本当ですね、割とちゃんとね、悩んでらっしゃる、悩んでらっしゃいますよ、どうしまでもそういう夢、見るときありますけどね、ありますよね、ある、ある、なんか行きたいけど、なかなか場所がないみたいなね、そういうことなんだろうな、でもそれが心配っていうときは、一応、万が一、そそがあっても大丈夫なような状態にして寝るか。 僕は、ね、だからね、はい、このね、えー、トイレが汚すぎて入るのためらったりとか、トイレが遠すぎてたどり着けない、いつか粗相を,をしてしまうのではないかっていう、このね、うん、恐怖感が、こ、うん、の夢になって現れてると思うんですよね。だからそれを払拭するには、一、うん、回粗相しちゃえばいいと思う <laughs> <す>その壁を越えちゃ、う。です。まあ、もう何言ってるのかな <laughs> だ,だって姉ちゃん、それが解決する方法だと俺は思うんだよね。<laughs> いや、だから、それこそね、まあ、大人用おむつをね、ええ、あのー、ちょっとお試しになってたじゃないですか。はいはいはい。だ本当に別に、うん絶対う、ベッドマットを台無しにすることはないですから、お布団とかを。うんうん、かそれを一回して、一、うん、回も思い切ってしてみるっていう。うんうん、それはあるかもね。そう、そうしてみれば、うん その時の違和感なり何なりが、あるわけでしょで、今ここでね、その、夢の中のトイレが汚い、遠いとか、粗相してしまう子もっも、感覚でしかないわけですよね。想像。でも、実際にしたってことの方が多分、上回るでしょそれはそうですね。インパクトとしては大きいですよね。そうでしょね、そして、将来ね、老後になったらもうそうなるかもしれませんし、先に知っておくっていう。ああ、なるほどね。ことも含めて、どうでしょう一回、ゆっこままさん。 <laughs> 一回行ってみるっつうのは、本当に <laughs> そ。それ、それで経験としてね。うん、いや、味、味わってみたら、うん、そんな悩むほどのことじゃないなってなるかもしれないね。意外にいいもんかもなって、<laughs> <laughs> <laughs> ことになるかもしれないじゃないですか。本当知らない世界の話なんですから。そうですね。ね。うん あだからそっかからもうこれ、ね、アメリカに行ったことなくても、アメリカに行ったら銃社会ですから、うん、飛行機降り立ったら、もうすぐ銃つけつけられるんじゃないかみたいな、はあ、恐怖と戦ってるようなことと同じですから、うんうん、そんなことないでしょ、アメリカは、本当に、うんうん。なるほど、そっかそっか、やらないうちにこう、怯えるよりは、うん、そう、だから一回やってみたら、こんなもんかっていうのをすれば。案、うんうん、ずるよりも、するがやしい。<laughs> <laughs> なん <laughs> だろう、今、うまいことを言う準備はしていたけれどもっていう。<laughs> まあ、でもそういうことでしょうよ、本当に。な,なるほどね。うん、そうすれば、えこの、だから毎朝ね、悪夢にうなわされるっていうことは、うん、解決できそうな気もしますけれども、うんうん。しますけどね。う,うん。そうだね。うん、うん。なんかそういう方向かな、やっぱり夢との戦いっていうのはね。いやー、そうでしょう。うん、それか手になんかあの、 すごく、そう、<に>たわしみたいな、掃除道具を持って、寝た結果、うんうん、汚くてもすぐ掃除できるわ、みたいなね。あのあ、トイレ拭くやつあるじゃないですか。<laughs> あ<の>何 <laughs> あの、その、自分でも、あの、たわしを持って、それを持ってる夢の中に、うん、フレディ的な話 <laughs> そ,うそうそうそう。<laughs> あの、その場拭けるティッシュあるじゃないですか。 あるね、濡れティッシュみたいな、クイックルワイプみたい電気、これ、トイレこれ一枚でみたいな。そうそうそう、それがもうきちんとあれ、入ってるじゃないですか、それ別に持ってなかったとしてもね、その状態で、寝るときにすぐそばに置いておけば、夢の中でもそれが出てくるかもしれないから。トイレで寝てみるってのはどうするトイレの中段あたりにンを作って。 ディレクターあたりで,で。カプセルホテル。上がカプセルホテル、下が便器キスという状態にして。あの今出た三つの中で、やっぱ一番最初が良かった。ね <laughs> そこれ以上掘ることなかったっい。なんだかんだ言ってね、一番最初のが良かったと思う。<laughs> ですね。はい。ゆっこママさん。息切れ発車の行くそうも、このことです <laughs> <laughs>、はい。ということで。はいえー、まあね、一回どうでしょう、うん、そこ、試してみる。っていうのはそうですね。 解決策かもしれませんよと,うこと、はい、お願いしますで、うん、本日、えー、この3つ紹介させていただきました。ね、わあどうしようかな。いろいろこれ、またいいお悩みとかね、ね<ー>あの、あきらままさんも賛成してくださいましたし、<ー>どうしようかな。ま、うん、あでも、これでいこうかな。やっぱり、山ちゃんの真実をなぜか知りたいと、そこまで強く思ってくださった、リチャード・キンブリさんにお送りいたします。うんうん、そうしましょう。はい、では、クオ・カード差し上げます。 え、このコーナーでは皆様からの相談のおはがきや封書をお待ちしています。宛先は郵便番号 107-8066TBS ラジオ赤い玉を玉結びピエール滝のハガキで悩み相談の係までお名前ご住所もお忘れなく。玉結び。